石の放電及び流、山石採石遺跡流、山石採石遺跡は、兵庫県高砂市にある遺跡、国の史跡に指定されている。古墳時代から現代に至るまでの、約1700年間、市内で産出されている石材、辰山石を採石した形跡が見られる、総面積67万平方メートル、162箇所に及ぶ遺構である。このうち、 辰山と宝殿山にまたがる、約11万平方メートル、31箇所については、2014年10月6日に、石の宝殿及び流山石採石遺跡として、他の史跡群と共に、国の史跡に一括指定された。古代以前の採石遺跡としては、初の国指定の史跡である。辰山石は、過去が赤流右岸に散する流門岩室、溶血業海岸の石材上の故障。 1> 約1億年前の白亜紀後期の火山活動によって噴出した火砕流が厚く堆積したものであり、石材としては加工に適した強度と粘りを有する。採石場の近くを流れるホッケ山谷側からの周雲で西日本各地に運ばれ、時代を問わず建築物や石仏等に利用された。古墳時代中後期の大占領古墳石棺、長持ち、形石棺。 家型石棺、奈良時代の平城宮を呼び、国宮の礎石、近現代では、皇居吹上御縁御所、国会議事堂のほか、旧造平両家兵駐造所、旧住友銀行大阪本店ビル、名古屋市公会堂の外壁が知られる。文化財修復用の石材としても利用される。姫路城の石垣、鳥取藩主池家墓所の玉垣、山本能楽学堂などが知られる。 A.B.E. 市の放電及びや山石採石遺跡文化遺産オンラインハット A.B.C. 史跡名称天然記念物の指定について兵庫県教育委員会師の放電及び流山石採石遺跡の国史跡指定文化省に等身庫を産経新聞文化財修復で脚光1700年の歴史持つ高砂立山石神戸新聞ありがとうございます